ジョン・フライケンハイマーはアメリカ合衆国の映画監督。1930年、ニューヨーク州ロングアイランドにて、ドイツ出身のユダヤ系の父親とアイルランド系の母親の間に生まれる。1951年にマサチューセッツ州にある大学を卒業。アメリカ空軍の映画班で記録映画を撮った後、テレビ会入りし、1957年に映画界に進出する。 ドキュメンタリータッチで男っぽい骨太な作風などが評価された。バートランカスター主演の高骨な主人公を描いた社会的な作品および政治的な題材を取り上げたサスペンス作品の評価が高いが豪快なアクションもの等娯楽作品も得意とした。F1 グランプリのモータースポーツを取り上げたグランプリではレースチームのオーナー役に 三船と郎を起用した。後の、最後のサムライザチャレンジでも、三船や中村敦夫などを起用し、日本未公開だが2016年に、金沢映画祭2016で上映された。晩年は主にテレビ映画で活躍し、エミー賞を数回受賞している。2002年、脊髄手術の合併症により死去。金沢映画祭共同通信。 フランケンハイマー死去四47ニュース2008年6月12日閲覧ありがとうございます。